力が出ないな。はっ！じゃあ！たまれ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 ！ゾウ、これは相当にいいものだぞ。ザコがいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳！うわっ！ね、ねが！ベジータ、今だ！攻撃してくれ！ことだったのか。何してんだよベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよデンデ、ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな！あのチビも確かに死にかけていたはずだ。何か来るぞ。待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。
ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。相手の実力もわからないバカが。これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。はっ、これまでのナメック星人とはどこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。魔漢考察法シェッ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 シェ。
さっきは悪かったな、貴様を。だが想像以上にできるんでな。俺もだ、本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何？貴様は今のこの俺が変貴様にも与えてやるぞ。この俺に対する変身だと。よし、先に絶望感を与えておいて、このフリーザは変身をする。その変身をあと2回の。なんだ、そんなあと2回も。見せてやろう、光栄に思うがいい。ピッコロさん、僕も戦います。くそ、待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ。え？ふう。お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。どうり？ちょっと拝見。ゴロさんから受けてダメージがなくなってる。止まれ、止まれ、止まれ、
俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時にさっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキが いくら大嫌いなお前だってもうすぐ悟空も蘇る。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでも殺す前に死よりも恐ろしい究極の今のうちなら間に合う。うわふっ、それでご飯この場を離れ。何この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。
なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。